皆さんこんにちは、八田エミリと申します。すいません、久々です。西島の兄さんの脱獄の2日目ってことです。では行きましょう。皆さん覚えてるかな、ババちゃんどこ行ったんや、知ってるやつがおらんか聞いて回ろう。ババちゃんがどっか行っちゃったんだ。この人は？あ、西島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。確かに。治療やったらもうすんだわ。それよりババちゃんどこ行ったか知らんが。さあ、どこ行ってんだか。え、もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に？ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのはババの仮釈放のことだろう。うん、安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、ババが直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。再面談してる。え、それ本当ですか？ああ、ババのやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、そりゃよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。うん、ババのやつ言ってたよ、ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない、うん、だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。えらい。臆病になっていたババを勇気づけたのはあんたなんだよ、西島。あれ、副所長だ。あれってことはもう面談終わったんじゃ。ん、それじゃあババのやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に聞いてきます。え、なんか怖い。大丈夫ババちゃん、つららやばくない？どうだった、もう面談は終わったのか。それはババの面談1時間以上前に終わってるらしいっす。え、なんだと。ほんなら奴はどこ行ったんや。どこ行ったの？1時間も前って結構経ってるよ、時間。この人は高坂、あのクソ副所長、俺の仮釈放が却下だと？却下されたの？何が悪かったってんだ、畜生だら。却下された？なんで？この人はグルメ、もうすぐ待ちに待ったお正月だ。おせち料理が今から楽しみだぜ。え、食べれんのここで？確かにここにおったらそれぐらいしか楽しみないからな。食べれるんだ。そういえばあんた知ってるか、北海道じゃおせちを大晦日に食べるらしいぜ。え、本当に？のけぞってる。なんやった、元日に食うんとちゃうんか。いや、同胞の北海道出身のやつに聞いたんだが、こっちじゃそれが当たり前らしい。さすがに刑務所ではそんなことはないけどな。北海道のおせち料理か。シャバに出た時話のネタになりそうやな。え、じゃあお正月に何食べんだろうね。あ、この人はちょっとええか、退屈そうな人。あ、なんだよババ知らんか、うちの坊の若いやつ。ん、あいつ知らねえよ。そうか、なんだ、トラブルかよ。退屈で退屈でしょうがないんだ。何があったんだ、教えるよ。なんでもないわ、邪魔したな。きっと何かあったんだ。何があったんだろう。ああ、楽しみ、楽しみだな。やばい、怖い、この人。ち、相当暇じゃん。ババちゃんに何があったの？この人見てそう、忍ぶ系受刑者。あんたシャバじゃ有名人だったんだろ。でもここじゃそのご孔明は通用しねえ。副所長の高坂はヤクザが死ぬほど嫌いだからな。あんたの輝かしい経歴とっくに目つけられてるぜ。へへへ、ババちゃんがヤクザだから高坂さんもぶった切ったってこと？どういうこと？怯えてる。最近入った釘原ってやつ、あいつ、あれはマジでやばい。
俺も散々悪さしてここにぶち込まれたが、あいつは一体何をしでかしたんだ。怯えてる。あ、この人痛そう。なんか寒いのかな。震えてる。わ、また運動時間だ。これ以上こんな薄着で外にいたら本当に死んじまう。そこみんなじゃん。じゃあ考えてる。クギアラってやつ、入所してからあっという間に手下を増やして今や一大グループを築いちまった。すごいリーダーシップ。あいつの手腕がなせる技なのか、それとももともと仕組まれた何かなのか、あいつの動向は注目していた方が良さそうだ。頭良さそう、この人。ニヒルって何？こんなとこでもなぜか隠れてタバコを吹かすやつがいる。抜け道はいくらでもあるってことだ。物しかり、情報しかりな。誰も知らないじゃん、ババちゃんのこと。この人やばそう。ちょっとええか。え、怖い。年老いた。おっちゃん聞こえとるか。おお、びっくりしたすまん、驚かせてもうたか。いやいや、ついうとうとしてもうた。こんな寒い中死んじゃうよ。気ぃつけや、こんなとこで寝とったら死んでまうで。いや、ああかまもか。どうせもうシャバニア出れんのだ。どこで死んだって同じ。気楽なもんよ、ポジティブ。それで何の用だったっけな。そや、うちの坊によるババ知らんか。ババ誰だったかな。ババのこと知らんか。この年になると物覚えが悪くてな、他の受刑者の顔と名前がなかなか合わんのじゃ。そうか、邪魔したな。大変、この年でここにいるってね、やだね。いや、力になれんてすまんな。普通にいい人だ。え、どこ行ったの、ババちゃん。あ、ごめん。うわ。え、もう高坂さん、高坂さん直接聞くしかない。この人は？あんた、うちの坊によるババ、知っとるか？ああ、あいつ。知ってる。さっき見たよ。え？どこ行った？ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ？うん。あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。やられてんじゃん。ババちゃんが釘原と？西島さん。はい。西島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。お。ああ。俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らず、ババにも手を出してきたってことか。やば。クソ、あいつら。とにかく、急いで資材置き場に行かな。大丈夫、ババちゃん。うわ、こいつ、やりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。え、どうした、こんなところで何をこそこそやってる。やられてる。こいつがいきなり大技をさせたんだよ。痛えよ。何、ババちゃん。ババ、お前がやったのか。違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ？こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う。これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない。俺じゃないんだ。
兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。なんでこんなことになったの？釘原さんどこ？かわいそうに。お、大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。うん、当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自ら刑期伸ばすような真似するはずがない。ですよね。冴島、あんたどう思う？いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか。うん、せやな。知ってる人いる？ババのアリバイを証明しろ。あ、ここら辺の人いいかも。この人は話聞かせてくれるか。痩せた人？なんだい？ババちゃんのことなんやが。ああ、やばいことしでがしたな、あいつ。ババちゃんが刺したところ見たんか？いえ。いや、見てねえよ。ただ状況を見る限り、あいつが刺したのは明らかじゃねえか。持ってるもんね、なんやと。だってあいつ、釘原にいじめられてたんだろ？そうなんか？昨日、釘原たちに資材置き場に連れて行かれるところを見たぜ。釘原のクソが。釘原のやつ、頭壊れてるって話じゃねえか。うん。以前、執拗ないじめにあった同胞の若いやつが自殺しかけたこともあったらしいぜ。相当やばい。大方は馬場も釘原たちからしつこいリンチにあって、衝動的に反撃しちゃったんだろ。馬場ちゃん、そんなことするやつじゃない。おばちゃんいい人だもんね。問題の瞬間を見たやつがおらんのやったら、まだババちゃんが刺したとは限らへん。でも刺されたやつはババに刺されたって言ったんだろ。やつらが言うことは信用できん。俺らでババちゃんの疑いを晴らしてやるのや。邪魔したのな。おい、なんだ。ババの疑い晴れるといいな。あ、いい人。刺された人は釘原さんの仲間で、嘘ついてるってことじゃないの？絶対そうだ。同情的な人。さっきの障害、あんたの同室だよな。そうや。あんな気の良さそうなあんちゃんが人刺すなんて。そのことやが、あいつの馬場のことで何ぞ知らんか？いえ。いや、作業場も別だし、ほとんど話したこともないかな。ほうか。刑務官にしょっぴかれて、懲罰房棟の方に行ったのは見たけどな。いい。ナイス情報。ありがとな。この人は？なあ、おい。青ざめた人？なんだい？あんたさっきの騒ぎを見てたんか？いや。刺された瞬間見てね。悲鳴が聞こえたんで急いで駆けつけたら、さっき運ばれたやつが血まみれで倒れてた。その時ババちゃんは飲み持ってた方は何しとったか知らんか？あんたも見たじゃねえか。刺した方は震えて突っ立ってたよ。もっぺん聞くが、刺した瞬間は見とらんだよな。そう言ったろ。俺が駆けつけた時はもう終わってたよ。刺した瞬間見てないのか？冴島さん。はい。震えてる人が。めっちゃ震えてるんだけど、後ろの人。なかなかいないね。結局、ババがやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。うん。けど、せやったらあの刑務官らも、ババを犯人扱いできへんやろが。そりゃどうかな。ん？被害者本人がババに刺されたって言ってるからな。直接証拠としては十分って気もする。確かに。直接証拠？ええ、
ババちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、ババちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。はあ、でもそれだけじゃババがやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん。でも俺らも刑務官もみんなババちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけどババは自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか。ババを信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが、当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ。お、なんだ。ババちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。おお、嘘の証拠。ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃないババちゃんに用意できると思います？確かに確かに。だが相手が持っていた武器をババが取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男はババちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定、つまりあの凶器はババちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどね。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探ってババが用意でけんかったっちゅうのを確かめたらいいんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくともババちゃんが犯人であることも同時に否定できます。日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらなんやら詳しいんだ。やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔同系の刑事なんかをやってまして。しかも一家の。すごい。刑事やと。なんで刑事が無所におるんや。まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして。誘惑。つい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してた。めっちゃ優秀じゃん。そりゃ刑事といや犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますや。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で具体的には何したらいいんや。ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね。手分けして情報を聞き込みしましょう。はい。聞き込みか、まるで刑事の口ぶりだな。さあ気合い乗ってきた。やりましょう。楽しんでる。めちゃくちゃ。あれはどこのものなんだ。あんたババを知っとるか。痩せた人ババ あいつだったらエイゼン作業班で一緒だな。エイゼン、ちょうどええわ。そのエイゼン班ちゃんのは飲みを使ったりすることあるんか。ん、飲みってあの木を削ったりするあれ。どうなんだろう。エイゼン作業つっても実際やるのは雪かきくらいだからな。でも絶対使わねえかっつったら自信ねえよ。俺が今までそういう作業しなかっただけかもしれねえし。そうだよね。そうか、
もっと確かな情報を持っとるやつを探さなあかんな。現役の人いないのかな。この人はどう。ちょっとええか。知り合い。なんだよ。この刑務所で一番情報に通じとるやつを知っとるか。それならあいつだろ。あのじいさん。あいつはここでもだいぶ古株でな。どうやったのか刑務官ともつながりがあるとか。黒幕だったりして。コネクションを利用してここのものと情報はあいつが支配してるよ。本当に黒幕じゃん。さしずめ網走のメディア王ってとこだな。あのプリズンブレイクのさ、一番年取ってるキャラわかりますか。その人に似てるね。なるほどな、助かったわ。立場が似てます、あの黒幕。とんでもねえやつだなこいつ。こいつとか言ってあんたが情報屋だったとはな。ぶしつけだね。刑務所だって社会の一部だ。初対面の作法くらい守りたいもんだぜ。冴島大河さん。お、知ってんの名前。さすがに名前ぐらい知っとるか。情報屋なら当然だろう。まああんたくらいの有名人、ここにいるやつなら誰だって知っている。そしてあんたは情報を欲しがっている。ババ刺激の傷害容疑を晴らすために。同胞のよしみとはお優しいことだ。そこまで知っとるなら凶器がのみだったことも知っとるな。その出どころが知りたい。いや、簡単に言ってくれる。どうもさっきの事件はガードが固い、かなりヤバい山だ。へえ、それでもや、頼めるか。ならそれなりの対価をもらわんとな。よく聞け。お前の右手側にいかつい受刑者がいるな。顔は向けるな。目だけで確認しろ。はい。あそこですか。やばそう。あの男からブツを受け取れ。周囲に感づかれないようさりげなくだ。ブツが何かなんてくだらん詮索はするだ。あの男から何かを受け取るやな。わかった。その次は。そのブツを今度はお前の左前にいる刑務官。見えるな。あいつに渡せ。当然周囲に気づかれないようにだ。あの刑務官？刑務官に露骨に近づくのはやばい。あいつには、金網越しに渡せ。ブツはそれぐらい小さいから問題はない。ブツってなんだ？俺には多くの味方がいる。だがそれ以上に敵も多くてな。ほう。今の二人以外、ここにいる連中は全て敵と思え。くれぐれも怪しまれるような行動は取るなよ。めっちゃ大変じゃん。ああ、わかった。情報頼んだで。まずはあの男からブツを受け取る。周囲に気づかれないようにね。わかりました。